丸葉の一役草は、筒子科一役草属の常緑の多年層。旧分類の一役草科は、新しい APG 植物分類体系では、科全体がツ,ツジ科に含められている。根茎は細長く、地上を横に、はい、長い方枝を出す。葉はやや角質で2から5個が、ロゼット状に集まってつく。葉には、長さ2から5センチメートルの傭兵があり。 洋針の長さ1.5から2.5センチメートル、幅1.5から3.5センチメートルの平た円形で、長さより幅が広く、先端はマリーカやヤヘコミ、基部は心形、円には低居子がある。葉の形は、同族の人洋一役層に似るが、本種には人洋一役層にある葉脈に総白斑がない。下記は6から7月。 葉の間から高さ15から20センチメートルになる、家計を伸ばし、相乗果樹をつけ、5から10個の花が下向きにつく。家計はやや赤みがかり、筆芯型で膜質の先が鋭く尖った、長さ7から12ミリメートルになる、鱗型葉が2から3個ある。ツトは筆芯型で先は鋭く尖り、膜質で、長さ4から7ミリメートルになる。学編は5個で、 三角状卵形で先は尖り、長さ約2ミリメートル、幅は約1.5ミ、mm、リメートルになる。花は白色でやや赤みを帯びる。花径中から13ミリメートルの交渉形になり、花弁は5個あり、理性し、下向きに咲く。湯水は10個ある。花中は長く突き出て湾曲し、長さ6から8ミリメートルになり中東は小さく後列する。果実は、 敬語から6ミリメートルの果てになる。和名の由来は、同族の一役層に似るが、葉が丸いことによる。南千島、北海道、本州、四国、九州に分布し、山地帯から鉱山帯の臨床や林園に生育する。ありがとうございます。